そもそもワークショップを映画にしてって言われた時点で俺は反対したの。映画にならないそんなもん。監督田口清隆が送る前人未到のワークショップ映画。12人のイカれたワークショップを開始します。よろしくお願いします。選ばれた12人。川中文人、上条司、ジジイは北斗、畑野美希、中野杏里、安保拓実、カンナ、相馬恵美、大村しおり、甲川はじめ、青山真理子、栗橋勇。彼らが田口から学び、走ってって演じ、そしてうわぁイカれる、普通に映画を撮るためのワークショップだと考えてたな。なんでそんな冷静な。怖くしろっつって中途半端なの。すごくつまんない。君の芝居ゾンビの役しか撮ってないと思って。私の成長が果たして今ここにあるのか。ずっと一緒このままだ。ここから出たいんですよ。ここ出た後が地獄なんだから。死ぬぞ。あなた方をどこに導きたいのか。そんなにここの場考えられてなかったの。明確なビジョンは僕の中にも見えない。このままやると多分筋が通らなく。よーい、はい、卒業おめでとう。生徒たちがひどくなっちゃって出られないの。この部屋から上位存在に支配されて。どうやってんだよ。見つけたぞ。だってあなたは何者ですか。俳優という生き物、どこまで行かれることができるのか。